松田学部です。昨年非常に国民的な話題になったものと言いますとですね、えー、何と言っても10月26日に M 子様と KK 氏がですね、結婚されたと。まあ、国民の根強い反対の声もありましたけれどもですね、まあ、この問題を通して皇室とは何なのか、またあの国民が皇室にどう向き合えばいいのかということを考える、まあ、良い機会になったんじゃないかと思います。まあ、当チャンネルでもですね、この問題、あるいは皇室に関する問題を取り上げてまいりました。 複数の有識者の方々とも対談いたしましたしですね、様々なご意見をお示しいただきまして、視聴者の方々におかれましても賛否両論があることは承知した上でですね、当チャンネルは一方に偏ることなくですね、様々な見解を持っておられる有識者をお呼びしまして、多角的な視点から議論を深めているということでやってまておりますので、今回もその流れの中でですね、 えー、上山やまさんにお越しいただきまして、はい、この問題、さらに突っ込んでですね、議論していただければな、というふうに思っています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。その後、エム子様、経験史はい、K K はどんな感じなんでしょうかね。あの、近況のね、えーえー、様子なんですが、はい、ニューヨークに住むようになったエム子様が、はいはい、ますますこの笑顔で、 えー、元気になられておると、る幸せそうにされておられるということは、<ー>もう皆さんご存知のように、報道でもあるところだろうと思います、うんまあ。彼女は民間人の生活、自由な生活を謳歌しているというようなですね、うんうん、見出しで、まあ報道でも伝えられている通りなんですね。まあそれはそれでいいとしても、はい、しかし一方で踏みにじられた、 皇室の威厳というものがあるんだと私は思います。うんうん、自分たちさえ良ければ、それでいいのかということもですね、やはり私は言わなければならないと思います。うん、あの一般人になられた、だから私たちには関係ないということで、うん、それで済むのかということですね、うん。いくら民間人になったと言っても、はい、一応、まあ、皇室の出身ということで見られているとそういうことは背負っているということになるわけですね。はい で、まあ、あの、結婚された母ばかりなんですけれども、はい。あの、上山さんから見ると、はい。どうしたらいいでしょうか。はい。はいえー、あの、実はですね、私、これ、離婚というものがね、えー、<laughs> あるかもしれないなと、なるほど。いうことを、その、想定をするんですね。で、そもそも私はですね、この、皇室のためには、はい。両親夫妻が離婚をしてほしいとさえ、実は思ってるんです。 というのはですね、今、この、KK 夫妻と、秋篠宮家が、遠戚関係であるという、この事実は変わりませんよね。はい、あ,あの、施と新郎殿下が、もし天皇に、えー、まあ、これ、なれられ、なられればですね、順調に、えー、その義理の兄が、 経験値ということになるわけですね。天皇のですね、義理のお兄さんが経験値で、これはもう皇室の恥さらし以外の何者でもないというように私は思います。うん、そういう中で、その遠石関係が解消されるということは、これは私は歓迎すべきことだろうと思います。うん、結婚生活が仮にうまくいかないとするならば、すぐにでもどうか離婚を していただきたいと。いう私は思います。これはせっかくお幸せになったのに何を言うんだっていうご意見が出るかもしれませんけれどもですね。はい。で、あの、でもあの、一旦こうね、あの、皇室を出て結婚された女性がですね、離婚をしたっていうケースってあまりありません。ないですよね。はい。どういうふうなことになるんでしょうはい。もし離婚した場合ですね。ええ。その辺のところの制度的な部分がどうなってるのかということをですね、はい。やはり想定し考えておかなければならないと思うんですが、はい。 あの、エミ、うん、様が、元皇族とはいえ、はい、一般女性と同じく離婚ができるというのは、法的には間違いのない、うん、ことなんですね。はい、ただし、皇籍に復帰することはできないんです。うん、一般女性と同じように、つまり実家に帰るということが、もはやできないんです。うんうん、なぜならば、秋篠宮邸のお住まいは、うん、これは皇室に与えられた国有財産なんです。はい 国が皇族のために予算付けしてですね、うん、支給をしたこの金銭によって、生活が、うん、皇室の生活というのは成り立っているわけなんです。うんはい、たとえ娘であったとしても、ひとたび一般国民になった者がそこに住むことはできません。うん、だから、秋篠宮家から経済的な援助も一切 受けることができないんですよね。なるほど。あの、以前解説した通りですね、憲法の第8条や、皇室経済法施行法の第2条、2> うん、第2項でですね、まあ、皇費の私的な流用が禁止をされているということが、はい、まあ、この規定について申し上げたことがありますが、うん、まあ、こうした中では、特定の一般国民に特定の支援をすれば、うん 皇室の中立性が損なわれるということにもなり、うん、この頃から禁止をされているんだということなんですね。なるほど。ただですね、もうすでに裏から不採、はい。夫妻に、経験夫妻にいろんな勢力がお金を回しているからね、そんなお金の心配なんて全然いらないんだというふうな見方も、これあるのも事実です。うん、ただその裏要素を除いてみれば、うんうん 表の話としてはですよ。そうですね。えいむに経済的な自立性がなければ、生活が成り立たないというのはこれ当然のことであり、元皇族女性がこうした状況で不利な、うん、あ立場に置かれてですね、うん、常に夫に従属をしなければならないというようなことになっているということも、やはりこれ考えなければならないと思います。うんうん、そうするとですね、はい まあ裏からお金が回っていて、実際は自立、もし離婚したいですよ、自立できたとしてもですね、これはやっぱり変な勢力からお金だったりとかあるんじゃないですかね。その通りです。もしそういう変な勢力がですね、この元皇族に近寄ってきて、あれを支援してあげよう、これを支援してあげようということになれば、皇室の中立性というのは簡単に えこれは害されられるわけですね。うん、崩壊をしてしまうわけなんです。うん、だからこそ、この元皇族女性が離婚をしたとき、つまりですね、その夫の生計が途絶えたときにはどうするのかと、経済支援を国としてどうすべきかということも含めて考えるべきだというように私は思います。うんうん、実家の支援を法的に受けられない元皇族女性は特殊な立場、うん 特殊な事情を抱え持つというように思いますし、一般女性のように、まあ、勝手に自分でやりなさいというふうなことにならないというのもですね、これ事実なんじゃないでしょうか。うん、まあ、うん、国民がですね、これだけ反対したわけですね。うん、それをご利用しした人に対して、情けや支援などいらないと。どうなってもいいんだと。自業自得だというような、そういう考え方があるとは思うんですが、 あまりこういうことで突き放した対応を取っているとですね、今先生からもご指摘いただいたように、よからぬ勢力が背後から近づいてきて、うえー、それをこう操っていくというようなことにさえなりかねないんだということを危惧いたします。確かにあれですね、まあ離婚ということ以外にも、 まあ、たまたま不幸にして夫が、に酒立たれたら、未亡人になってしまったら、経済的にどうするんだって問題ありますね。そうですね。その時にもですね、あの、元皇族女性は、実家の支援を一切受けれません。そうなんですよね。はい。あの、離婚だけじゃないですよね。今のように、その未亡人になるというケースもありますし、さらにですね、あの、厄介なのがですね、子供があった場合に、その養育費は、 どういうふうに重当されるのかというようなね、えー、ことも考えなければなりません。うーんまあ相手の男が養育費を払わない、あるいはこの払えないということもあると思うんです,ねすよね。そ、う、ね、ん。その時の支援というのがどういうふうになされるべきかということも考慮されるべきことだろうというように思います。あの もう一つの案として、はい、じゃあ、あの、皇族に戻ったらいいんじゃないかという意見もあるかもしれませんが、はい、これはどうなんでしょうかえあのー、それがですね、なかなか法的な制約があり、うん、難しいことだと思います。うん、あの、旧宮家の男系男子を皇籍復帰させるという、はい、まあ、こうしたことを、まあ、私たち、男系派は常に主張をしていますね。はいはい で、それもですね、やはりこの公室転犯の改正が必要になってくるんです。で,すねうん、で、一旦民間人になられた元皇族女性が皇籍に戻るというのも、うん、これ同じ理屈なんです。うん、やっぱりこれも公室転犯の改正などが必要になってくるので、なかなかこれはハードルが高いのかなというようにも思います。なるほど。まだ、あれですね、皇籍に戻,、はい、戻られても、まあ、トラブルが続いたりとかそういうことが。そう,ですそうです、そうです。 ええー、あると思います。まあ、例えばですよ。うん、あのー、その元夫が、はいろいろな訴訟を元皇族女性に打ってきたとします。うん、そうすると、皇室と一般国民が訴訟をやり合うというような <laughs> 形になっちゃうわけなんですよね。うん、向こうが訴訟を打ってくるというのはそういうことですから。うん、だから簡単にですね、元皇族女性を 皇族に戻すということができないという、まあ、一つの、障害にもなってくるわけなんですね。それと、あと、一時金が支給された場合には、えむこさ様の場合は、この一時金を辞退しておられるので、その対象にはならないんですが、はい、もし彼にその一時金を支給された時の場合は、金合いはどうするのかと。うもう皇族から出ていく、自立しなきゃならないよ、ということで、一時金というのはう、 支給をされるんですよね。うん、それがまたこの皇族に戻ってくるっていうようなことになった場合ですね、うんえー。その整合性がつかないということにもなってしまいます。うん、なるほど。はい。で、もしまたこれも万一の話、あの、はいえー、ひょっとしてという話ですが、えむこさ離婚してですね、はい、じゃあその後、どの性を名乗るのかという問題もありますけども。はい、そうですね、えー。あの、皆さんご存知のように、皇族、えー、には性というものが、 ありません。えむこさんはもう性を持たないわけなんですね。うん、だからそういう意味では、その、刑の、刑刑史のですね、刑、はい、のその名字をそのまま名乗り続けるということもできるわけなんですね。はい、でもそれはもう嫌だと。うん、あんな人の名前を名乗りたくないわということであるならば、うん、家庭裁判所の許可を得て、新たな性にするしか、 あ、な、ありません、うんまあ。その場合、秋篠宮のうちの宮を取って、秋篠とすることなどが考えられるんですが、うん、ただ、皇族で亡くなった者が、かつての宮家の称号を名乗るということは、皇室の中立性ということを考えた場合、うん、それはどうなのかという話もあり、私はこれは適切ではないと思うんですよね。うん まあ、父にこのいがないならば、じゃあ母のいを名乗ればいいじゃないかということで、あ<ー>まあ、あの、母の旧姓の川島姓をね、<ー>名乗るということも一つの選択肢としてはあるんじゃないでしょうかね。なるほど。はい。 まあ、考えてみたら、その離婚のケースを想定してないけども、いざそういう場合を考えると、いろいろな問題があって、はいええ、で、それが制度的にどうするかっていう、うん、その担保がないっていうことですね。そうですね。あの、皇族はですね、これ一般人と違って、 まあ、職能というか技術というか、そういう訓練を日頃から受けておりませんね。だからすぐにその社会に出て自立しなさいと言われても、簡単にその自立することができないお立場なんです。必然的に。それは一般人と同じようにはいかないんですけど、しまたですね、まあそういうことはありながらも、いざという時に備えて、ちゃんと離婚をしていただくことができるようにするということも、やっぱり、 私は大切なことだと思うんです。ほ先ほど来申し上げるように、皇室と経験師との遠赤関係が解消されるというのはもうこれ本当に私は歓迎すべきことだというように思うんですね。<laughs> まあ人の不幸をね、<laughs> 願うというわけじゃないんですが、こればっかりは背に腹を変えられません。<laughs> まあそういったことを想定するという意味でもね、<laughs> 制度の構築を進めていいいたただきたいといううに願いますエム、まあ、子様が、あはい、こう、ニューヨークに行かれて、はい、皇室皇から離れてですね、とてもお幸せそうだっていうことは、はいまあ、皇室にいる時よりも今がハッピーっていうことは、はい、皇室にいることはそ,そんなに嬉しくなかったってことなんでか、ね、でしょうね。でしょうね。<ー> <laughs> もうとにかく耐え難い、うんえー、場所だったんだろうと、うように思います。うん、もう一刻も早く、えー、その皇室から抜け出したいというのが、エム、うん、子様の、うん、この偽らざる願いであったのではないかと。 私もそう推測をいたします。うん、あの、エム<ー>様のような女性皇族が、うん、もうとにかく皇族を辞めさせてほしいんだという場合に、うん、その辞める方法っていうのがね、二つあるんです。はいはい、まず第一はですね、あの、女性皇族が結婚をして、はい、皇籍から離脱をされるという今回のケースのような場合ですね。はいはい、で第二にですね、その結婚とは関係なく、うん 皇室会議の議決を経て本人の意思だけで皇族であることをやめることも。これもできるなのですね。あの、皇室典範の11条1項にこうした規定があります。はい、15歳以上の内親の王、女王のその意思に基づく皇籍離脱は可能であると。うん、で、大事なのは、この中に皇太子、はい、皇太孫、太孫ですね。はい、親王は含まれていないんですね。おーおー なので、久人殿下は親王ということでありますから、はい、皇族をやめられません。うん、秋篠宮殿下も親王であるので、うん、皇族をやめられません。しかし、内親王殿下は、女性はやめることがあ、うん。なるほ でできるんですねあもうそういう立て付けっていうのは、やっぱり男系というのを前提にしているということなんですね。そういうことなんです。うどうしてその女性皇族と男性皇族をこういう区別をしているのかというと、う男系の血統を維持していくためにも、男性皇族がもう自分は嫌だからやめさせてもらうわというようなことで、次々と辞めていくようなことになったら、男系の血統の維持ができなくなっちゃいますよね。まあそれを避けるために、男性皇族のこの子 宝石離脱というのはもうよほどのことがない限りはできませんという規定になっているんですん。なるほど。はい。ま内申能の,の場合はじゃあこれからもその、はい、離脱したいという人は出てくる可能性があるという。はい 私はそう思います。<ー>特にですね、この経験問題が起こった今はですね、えーえー、そういうことが起こり得る可能性が高くなってきたと思いますし、加えて、えー、去年の年末に提示をされました、有識者会議の報告案のことからもですね、その女性皇族はもう早く皇族を辞めたいわという流れになってくる。 ことが、私は危惧されて、ね、それはどういうことでしょう。思うんですね。ね。あの、はい、有識者会議が昨年12月22日に報告書を出しましたね。はいはい、出しました。はい、あの、皆さんもこれはご存知の通り、二、うん、つのコ試案があると。うん、第一に、女性皇族が結婚後も皇室に留まりますよと。と、うん、第二に、旧宮家の男系男子が養子として皇族に復帰をするという、この二案を提出をしたわけなんですが、うんうん その一つ目の女性皇族が結婚後も皇室に留まるというこの案が、私はあの、一つポイントになっていると思うんですが、今この案に対してね、過去様をはじめとする女性皇族が戦々恐々としておられるのではないかと、拒絶反応を示されておられるのではないかというように、私はあの、推測をいたします。あの、今まではですね、 結婚をすれば、これは晴れて皇族を辞めることができるんだということで、我慢をしてこられたということも女性皇族はあると思うんですよね。それが結婚をしてもまだ皇族のまま留まらなければならないのかと。それはもう勘弁をしてくれということでですね。もうそんなことをされるぐらいならもう今のうちにね、 え、皇族であることをやめさせてほしいわというような、うん、そういうことにさえなるのではないかということで私は実は危惧をしておるんです。一般の国民から見ると、皇族、はい、でおられるときは非常にきらびやかな感じがしていてですね、はい、さぞ今の状態にお幸せなんだろうなと、普通に見てるもんなんですが、はい、実際の当事者はそうでもない。 ね、そらそうやと思いますね。もうこれ大変なことだと思います。あの、ま子さまもですね、とにかくその自分をその救ってくれる相手として、経験師をまあ見てたわけなんですね。この状況を本当に抜け出させてくれる、その人が経験師であるというような状況の中で、あのような強く結婚にこだわったということが、 あるわけなんですね。うん、もし、その、皇族に留まることが、非常に幸せであるならば、うん、私たちがそう見てるような状況であるならば、うん、そこまで強く、その、あの、結婚にね、<ー>こだわるということもなかったというふうに私は思いますし、まあ、やっぱりいろいろプライベートもないし、<ー>大変なことばかりなんだろうとは思うんです。本人でないとわからない辛さがあるんでしょうね。そう思います。<ー>まあ、そうした中で、この女性皇族の方々がね、 この、有識者会議が出した案に、戦々恐々としておられるというふうに思うんですが、今、はい、女性皇族が、合計5人いらっしゃるんですね。2人の内心の殿下がいらっしゃいます。はい、有子殿下と加護殿下ですね、はいで。3人の女王殿下がいらっしゃいます。はいえー、三笠の宮の秋子女王、はい、そして陽子女王、高円宮の通子女王。はい、このお三方ですね。はい あの、もう皆さんご存知と思いますが、天皇から見て、三神等以内が内神の。うん、で、三神等以縁、うん、それよりも遠い方が、これが女王という、まあそういう区別になっているんですね。うん、なるほど。合計で5人いらっしゃるよということです。うんうん、なるほど。はい。で、今回の、おー、輸出者,者会議の最終報告で、はい。これあの、皇族の地位を、まあ、保持すると。はい。 もうこれ保持しなさいという。はい。もうこれ拘束っていう感じなんですね。はい、あのね、えー、そこのところが非常に私微妙なね、えー、なかなかうまい言い回しをしてきたなというふうには思いました。うん、あの、もともと有識者会議が昨年の7月の整理した案の段階ではね、はい、それについてこういうふうに記述をしていたんです。女性皇族は結婚後も皇族の身分を保持することを 可能とするとあ。できる規定ですね。そうなんです。はい、こういう書き方をしてたんですね。うん、それがですね、最終報告では、保持することとするという表現を改めたわけなんです。うん、これはどういうことかと言いますとね、あのー、保持することとするという最終報告の方が、より一層強制性があるということなんです。うんうん あの、可能とするというのは、うん、あの、保持してもいいですよと、うん、保持しなくてもいいですよというニュアンスなんですね。もしこれで行くと、あ、それだったら、あの、私は皇族辞めさせてもらいますというふうにですね、<laughs> まあ、多くの人々が言いかねないので、うん、ちょっとそういう意味では強制性を募ったわけなんです。<ー>で、保持することとするということにしたわけなんですが、うん、それでもまだこれ、 強制じゃないんですね。もし本当にこれ強制にするならば、こう書かないといけないんです。皇族の身分に留まると書かなきゃならないんです。それをそう書かずに保持することとするという風に言ったのは、まだ、その離脱をする余地も残されてるという、今のですよ。この文明の中にね、含まれてるで、なぜ、そのはっきりと留まるというふうにね、 強制文句にしなかったのかということがですね、私はあの、この文明に現れてると思うんですね。はい、あの、有識者会議が出したですね、あの、付け加えの不言の中で、はいえ、彼らこう言ってるんです。はい、現在の女性皇族については、現行制度下で人生を過ごされてきたことに十分留意する必要があるということが記されている。はい、つまりこれはですね、今までは、その結果、 結婚をすれば功績から離脱でできるとという前提でしたよと、うん、その前提の中で生きてこられた女性皇族の方々もいらっしゃるので、うん、その前提をいきなり崩すようなことをすると、うん、お皆さん戸惑われるから、うんあ、あんまりその強制力を強めてはいけないよ、ということで。うんうん こういう書き方をしたんだろうと思うんですね。よくこれあの考えられた書き方を,ああをしてるというように思いますね。なるほど。はい、あの女性皇族の中にもいろんなお考えの方がいると思うんですね。はいえまあ、自分の人生を犠牲にまでしてまで皇族、はい、にとどまるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんし。え しかし、あの女性皇族としての使命感を感じている方もいらっしゃると思うんですが、<え>そのあたりはど,う<え>どうでしょういらっしゃるでしょうね、えーえー。たとえその自分が犠牲になっても、えー、人生を犠牲にしてでも、やはりそのようにその国民が望むのであるならば、うん、それが決まりであるならば、うん、自分は進んで、 え、皇族に留まろうじゃないかというふうに考えられる女性皇族も、やはり少なからず私はいらっしゃるというように思います。で、その女性皇族が、はい。ご結婚されると。はい、そうするとその配偶者が、今回の報告書ではですね、はい。皇族にならないっていう。そうなんです。うになってるんですよね。そうなんです。はい。これがまた、ややこしいところですね、はい。はい。はい <laughs> あの、一般人の男性は一般人のまま、うん、結婚される相手の。うん、そして皇族は皇族の女性は皇族のまま。うん、つまりここで身分の差があ生まれるわけなんです。はい、例えば、その生活を共にして、えー、生計をいつにする場合、うん、予算、お金の勘定はどうするのかという問題がまず出てくると思うんですね。<laughs> はい、皇族は国から皇族費というものが 予算で支給をされて、はい、それをもとに生活をなさっておられるわけなんです。で、一緒にですね、結婚生活でご飯を一緒に食べたと。はい、で、あなたは3分の2ご飯を食べた。私は3分の1ご飯を食べた。だから、あ予算もその会計も3分の二三分の1で別々にしますよなんてなことがね、<laughs> 一つの家庭の中でそんなことができるのかということになると思いますし、はいはい、お住まいについてもですね、 これはあの皇族は住まいが国から提供をされるわけなんです。うん、ご用地という形で。うん、で、一般的にはこのご用地に普通の国民が住むことはできませんが、ね、結婚をされた場合にはそれは当然一つもですね、うん、お住まいに住まれることになると思いますので、うん、仮にその配偶者が、男性の配偶者がご用地に 住むことになれば、はい、何らかのその家賃というような形で支払いを要求するのかということにもなって前にいます。うんうん、それからさらに厄介なのは、もし配偶者が政治家やあるいは政治活動家のようなそういう人であった時にはどうするのかと。皇、うんうん、室の政治利用というようなこともですね。<laughs> そうですね。え 当然起こってくると。政治的中立性が失われていくというようなことも、うん、私は起こってくると思うんですね。うん、これ普通のサラリーマンの勤め人の目一だと思います。はい、その勤め先の企業の株価がそのイメージによって上がったり下がったりというようなことも考えられます。うん、そうすると、配偶者の 食後選択の自由に制限がかかってしまうということにも私はなってくると思うんですね。うんうん、なるほどね。だからこれはの女性見分けといって夫が一般人のままにしますよというのは一つの妥協策であったかもしれないけれども、うんうん、これ実際にこれ運用していくのは口で言うほど私は簡単ではないと思います。うん、そもそもあれですよね、女系にならないために、 だ、だ、男性の方はですね。はい。功績に入れないと。はい。こういうことなんですよね。そういうことなんです。はい。だからその考え方自体は、OK なんですが、はい。実際の生活となるとですね、これは難しいと思います。なるほど。はい。で、また、あの、仮にですよ。はい。まあ、経験さんのような人が、はい。まあ、現れて、はい。で、皇室にいらっしゃる女性と。 結婚されると、はい、こうなったらどうなるかという問題はですね。ええ。ええ、直接皇室が被害を被りますね。<laughs> 今、あの、経験師とエムコ様はですね、もう皇籍から離れられて、はい、皇室とは無関係の状態であるので、まあ、被害が最小限にとどめられているんですが、うんうんえー 第二第三の経験者のような男性が現れて、うん、その人が、いわゆるその、皇族女性と結婚して、うん、えその皇族女性が皇族のまま留まっておれば、うん、直接的にその男性が、この皇室に対して被害を与えるということになってきますよね。だからこれは、 非常に難しい問題にもなってくるし、余計にお相手選びが慎重になされなければならなくなるし、またその結婚相手もそれに二の足を踏むだろうし、難しい問題がさまざまに起こってくるだろうということが私は言えると思います。逆に言うとですよ、男系の民間にいらっしゃる方が結婚されると、これもしかしたらこれですね、男系維持につながる可能性もあるということですね。ありますね。 そういうことです。はい、あの、例えば、うん、えー、愛子内親新郎殿下にですね、うん、えー、かつてのその旧宮家の男系男子の子孫が、うんはい、あその、結婚をなさると、いうことになれば、はいはい、あの、実はこれはですね、パーフェクト婚なんです。うん、もう本当にパーフェクト。あの、うんそこからですね、また新たに、男系の血筋が、 はい。生まれてくるわけなんですね。はい。うん。あの、愛子内親王殿下だけにはこれ限りません。その他のですね、過去内親王殿下が、うん、旧宮家の男系男子と結婚しても、うん、他の女王の方々がご結婚されてもですね、うん、新たな高等をつなぐことができるという、うん、そういう良い,い面もあるんです。うん、だから女性宮家っていうのは私は基本的に反対なんですね。 こういうものはあの必要ないというふうに私は考えております。だからもう従来からもうそういうことを作ってはならないということを申し上げてきたんですが、えー、運によく万が一、その女性宮家と旧宮家の男子がご結婚をされれば、これは非常にあの好都合なことになってくると、いい状況が生まれてくるということも一方で、 私は言えると思います。その有識者会議の最初報告はそのことは想定はしてるんですか捨てたら嬉しいですね。うん、ただ、こればっかりはご本人のお気持ちということもあり、うん、そういうようなことが起こり得るかどうかというのは、全く想定はできないという中では、うん、いくらその有識者会議がそういったことを想定していたとしても、なかなか実現は難しいだろうと。現実的なそうですね。はい。なるほど。 まあ、あの、結局、今回の最終報告は、もう、あの、断刑でしょう、という内容ですね。はいはい、そうですね。はい、私は、あの、それは、あの、非常に良かったと思います。はい、あの、女刑の道を追求しないということが、はっきりと明確に現れていたと。そうですね。いうことにおいては、非常に、この、有識者会議の、うん、案というのは、よくできているものだ、というふうに思います。うんうん そうですね。はい。ですから、まあ、その、まあ、要するにあれは二つの案とか、並べられてますけれども、はい、結論としては断径ということで、まあ、ほぼ、あの、一致したというメッセージだと思うんですね。そう、はい、思います。<う>はい。はい。まあ、これから、あの、断径で、え、継いでいく上でですね、はい。まあ、どういう課題があるか、 この辺あたりはいかがでしょうかはい。あの、まあ、一連のこの経験問題があったためですね。私はこの皇族の今申し上げるようにご結婚というのが、以前にもまして非常に難しくなったというように思います。まあ、なるほど。うん、まあ、あの、経験史の例からもわかるように、うん、皇族と結婚する相手は男女問わず、うん、マスコミから追いかけられて、うん、プライバシーもない生活に巻き込まれていくんですね。うんうん、はい。 こうした状況の中で簡単に結婚相手を見つけることができるのかという問題が私はあるんですね。うまあこういう状況を引き起こした経験不妻には私は今更ながら生き通りを感じずには折れないんです。んで特に安ぜられるのが久人神皇殿下のご結婚相手です。はい。まあ、団結をつなぐということにおいてね、ここが一番大切な あ論点になってくると思うんですが、はい、大変なこのお妃先になられる方、プレッシャーがかかってくるというように私は思います。うん、あの男性皇族に嫁ぐ女性は皇族として迎えられるんですね。はい、ここが、まあ、いわゆるその女性皇族が結婚される場合とは決定的に違うところだと思うんですが、 一般国民としての権利や人権が全て失われた上で、その一般女性が男性皇族と結婚しなきゃならないと。こういう形になってくるわけなんです。最大の問題は、お世継ぎを生まねばならないという、この出産のプレッシャーがもう並大抵のものではないということが、 私は言えると思うんですよね。あ、まあ、まも大変なプレッシャー派だったんですからねそ。そうです。まあ、それで、うん、あの、精神をですね、うん、えー、わずらわれたという部分もあるやに、まあ、報道化されておりますね。うんうん、はい。まあ、この出産のプレッシャーをなんとか、はい。現時であげなければいけないんですね。はい、そういうことなんです。はい、あの、現在の状況では、うん、被災と新王殿下にお世継ぎがなければ、うん もう、これは口頭は断絶なんです。もうそこで終わりなんですね。うん、あの、2000年の口頭存続の重責が、久災ぶと新王殿下の将来の大きさき一人にかかってくるというのが、うん、これが現実だろうと思います。うんはい、で、このプレッシャーというのは本当に想像でするものだと思うんですが、うん、あの、今先生おっしゃるように、その出産のプレッシャーを減ずるためには、はい、じゃあ、 どうしたらいいのかということなんです。うん、まあそこに大きな男系継承の知恵が私はあると思うんですね。はい、実は女系継承にはそうした知恵はないんです。うん、男系継承にだけそうした知恵があるんです。うん、それはですね、旧宮家いわばこれが文家のような機能を果たし、後位、はい、継承を可能にしていく。うん、交互に ミコが授からなければ、はい、宮家のミコから後位継承者を出せばいいじゃないかという考え方なんですね。はい、そうですね。うん、だからこれは皇后お一人ではなくて、宮家も含めて複数の木で役割分担していくことができれば、間違いなく出産のプレッシャーというのは、これは緩和されることになってきます。うん 元々、宮家っていうのは、そのためにあったという面もありますよね。はい、その通りですね。はいはい、あの、宮家は、本来、男系、うん、継承を維持するための分家としての皇室の判定でありますね。うんうん、で、直系子孫を重視するという、女系容人。まあ、あの、直系子孫というのは、愛子内親王殿下があの、 今の天皇陛下の直径です。はい、そして愛子内神道殿下のお子様が、うん、あ直径になります。はい、これは、あの、もし愛子内神道殿下が一般国民の男性と結婚をなされれば、うん、女系子孫になるんですね。はい、で、その女系子孫であったとしても、それは直径なんですね。うん、直径重視ということの中では、これは分岐は必要ないということなんです。うん、あくまで直径でまっすぐ行きますよと。はい いう、そういう建前になってきますから、はい、そういう世界観の中では、三宅というのは存在し得ないんです。はい、あくまでもこの断景ということの中で、文化というものが成立をし得るんです。はい、冒険も含めて幅広く断景の行為形成者を覚悟しようという目的のためにこそ、うんうん、三宅は存在をし、うんうん 必要とされるというのは、これはもう当たり前のことですね。はい。そういうことですね。<で>うん、仮にですね、女系継承を容認したとして、うん、も三宮家の高位継承者の出産分担がなければ、うん、皇后のプレッシャーというのは実はですね、うんはい、根本的に軽減されないんですよ。そうですね。自分がと,とにかく子供を産まなきゃいけないと。子供を産まなきゃいけない。 あの、生まれた子が、はい、あの、女の子でも良いという形では、少しその軽減にはなるかもしれませんが、男女問わず、未女を生まねばならないと、うん、が。そのプレッシャーは続くわけなんですね。うん、だから、よくですね、あの、間違ったことを言う人いるんですが、あの、特に、うんあの、河野さんなんかはですね、はい うんあの自民党のコンサートですね、はい、なんかはこの女系継承によって出産のプレッシャーがねずっと緩和されると言うんだけど、うん、も全然緩和されないんですそうですねえうん、うん、あの男系という継承の中でこそ本当に宮家の分担で解消されるにもかかわらず、はい、彼はそのことを 言わないんですね。うん、だからこういうところで、女の子でもいいから緩和されるんだってばかり言ってですね、うん、まあ国民をミスリードするようなことを言ってるというのはですね、すねうん、私は本当にこれはあってはならないことだという,、うん、というように思いますし、うん、まあ今申し上げるような、こういう男系継承の古来の論理で、複数の三宅と共とに出産を分担していきますよということこそが、はい 最もヒューマニズム溢れる自然な方法ではないかと、うん、こう思います。まあそういう理制度的担保をしてこそ、はい。まああの、先日の日来ですね、はい。結婚相手が現れてくると、はい。いうことになって、こういう結晶も、はい、そうなんです。え、により確実になっていくとそ。そういうことなんです。うですよね。はい。今のままだったら、これ、どの方が、誰が、一般女性がですね、はい、あえて、 とついでくださるというのでしょうか。そういうことですね。はい。まあそういう中で、昨年12月22日にですね。はい。有識者会議一応最終報告書出しましたね。そうですね。はい。この第2案の方が、はい。男系男子、旧宮家の男系男子が養子として皇族に復帰すると。そうですね。明確に盛り込まれましたですね。そうですね。はい。はい。あの、皇族にはこの認められていない現状、養子縁組を可能とし、国民の中の 高等に属する男系の男子を皇族とするという、うん、まあ、こういうその個試案だと思いますが、はい、ただですね、あのー、今現状ですね、その子孫の皇位継承資格について、明記をさねなかったという部分もあるんですよ。はいうんうん 私はね、これがね、ちょっとおかしいなというふうに思うんです。うん、あの、一つですね、この有識者会議が出した案はですね、まあ、養子となって皇族となったその人そのものに、皇位継承資格を持たないとするということも、これ、併記をされているのは、そこまではいいでしょう。そこまでまあ、世論に配慮したということでね、まあ、新たにその、うん、皇族に養子でなった人が、うん いきなりその皇位継承資格を持つということになると、うん、確かに国民の反発があるので、はいうん、そのことに配慮して、その人そのものには皇位継承権を与えないということも考えられると。つまりあれですね、あの、養子にとっても、直ちに皇位継承資格になるわけではないと。はい、ないと。一応皇族に復帰したというところまでであると。はい、までであるということですよね。はい。はい。これはやっぱり世論に配慮したと思うんですね。で、えー、それはいいと思うんですよ。はい、そこまでは私もあの非常に、 よくバランスが取れてると思います。うん、ただ問題なのは、うん、その人そのものに継承資格がなくてもいいんだけれども、うん、そのお子様、はい、子孫も継承資格を持たないのかということについて、うん、実はこの有識者会議案では明記されてないんですよ。なるほど。うん、で、これも私は世論に配慮したんだろうと思うんですが、うんうん、私はそれがおかしいって言うんですね。うん、というのは、 まあこの子孫に継承資格が認めなければ、その養子となる一般、今の一般男性ですね、あの、かつての旧三宅に、高等に属しておられた方々、今は一般の国民であります。その方々が何のためにわざわざプライバシーを捨てて、自分の人生を犠牲にしてまで、皇族に復帰をするのかと。 その皇族に復帰をする理由っていうのは、やはり皇統を繋ながなければならないという使命感があるからこそ、皇籍に復帰をなさるわけなんですね。すね自分の人生を犠牲にしてまで。で、あるならばですよ。自分自身はその皇位継承資格を持たなくてもいいけれども、うん、子供には皇位継承資格を きちんと明確に持たせることにしなければ、これが口頭がつながるということが担保されませんよね。そうですね。だから私は、そのことについては、ちゃんと子孫もこういう継承資格を認めるということを、きちっとそれを明文化しなければならなかったというふうに思うんですが、そこがされていないというのはね、私はまあ残念なことだというふうに思いますし、うんうん、であるならば、 まあきちんとですね、この法整備の段階で、そのことを子孫にはあきっちりとこういう継承資格を与えていきますよということを法に明記をしていくべきだと、なるほうに思います。今回の最終報告は、はい、まあ女系がどうだとか、はい、まあもう一つ女性テントってありますが、そういったことが、はいはい、出てないんですよね。そうですね。でももうこれ断系で、 ま、さっきも言いました男系でしょっていう感じの報告を失ってるっていうのは、よく出したなと、画期的だなって感じがります。うどう受け止めてますかあの、本当覚醒の感がありますよね。そうですね。以前まではですね、有識者会議というと、もう女系ありきで、小泉総理の時もそうでしたね、小泉総理の時もそうでしたが、そういう流れの中で牛耳られていたんですが、 あいよいよですね、この国民も、それではダメだということを認識する人がじわりじわりと増えてきているということの中で、今、こういう先生にご指摘いただいたような女系天皇の可能性を追求しないという、うんえー、結論にね、至っているんだろうと思うんです。あの、私、大変驚いたんですが、うん、あの、つい、先日、昨日ですね、はいえー、昨日、おとついか、NHK のニュース番組で、はい、世論 調査が行われてておりまして、ねはい、このような旧皇族の男系男子の復帰を、皇籍復帰を賛成ですかと、うんうん、反対ですかというアンケートの中で、はい、賛成が反対を4ポイント上回っんです、はい。そうでした。私こ<え>、はい、れびっくりしました。はい、あの、本当に2年前、2、3年前までは、はい 旧宮家のその復帰なんていうのはね、それ一体何なんだと。うん、一体どこにそんな人がいるんだとかいう方もいらっしゃいますし、うんうん、あの、そんな熱心のような話をするだと。ああいうやつ、ね、いう有識者の方もですね、いらっしゃる、今でもいらっしゃるくらいの中でですね、絶対認めないという国民が圧倒的多数だったというふうに思います。うんうん、そうですね。それがですね、今や賛成が、 ああ、わずかながらも反対を上回ったというのはですね、はい、これは本当にもう覚醒の感がある、画期的な、うんうん、出来事であると思いますし、うん、やっぱり私はね、日本人は賢いんだと思うんですよ。言えばこれわかる。 なぜ、男系が重要なのかと。それはね、女性差別でも決してなければ、そのジェンダーの問題というのでも全くないという、その伝統の重みとか、日本国民としての,その文化の大切さとか、いうことを、もろもろの点からですね、なるほどそういうことかということを分かってくれるような国民がじわりじわりと増えているからこそ、今、こうしたところに落ち着いていると。 思うんですね。ただ、決して、こういういい流れができているからといって、油断してはならないと思うんですよ。はい、もうちょっとでもこれ油断するとですね、またこの女系派が、このわーわーとですね、うん、自分たちに有利なように論理を展開してくるのは、もう目に見えてますからね。はいはい、そうした中で、あとはもう政治の意思だと思うんです。そうですね。これやるんですかやらないんですかと。うん、岸田総理がこれ自分の責任で、本当にやってくれるんですかやらないんですかという、うん、そこに、 もう来ていると。はい。こう思うんですね。そうですね。まあ、こういった国民の理解が広がったというのも、まあ、これは、まあ、なんて言いますかね、えー、怪我の巧妙というか、エム子さんの経験問題がですね、はい、<laughs> まあ、ああなっちゃいけないっていうふうな、はい、そういう意識を高めたというのもあるでしょうし、はいうね、まあ、これをきっかけにいろんな議論も行われたということもあったと思いますね。はいはい、ただ、今もおっしゃったように、岸田総理がどうするか、そして国会がどうするか、はい、どうもあの、 報道されているところではですね、岸田総理が報告書を受け取って、これを衆参両院議長、副議長に一応説明をしたと。これをじっくり慎重に検討するというような感じでなっているようですけれども。そうですね。またこれがも者ですね。じっくりってどのぐらいじっくりなのか。そうなんですよ。もうそれ1年、2年やるんかと。また5年やるんかと。それもじっくりのうちの一つですから、時間をかけてという表現を、確か細田衆議院議長が使ってました。 そ、うん、ね。はい、これね、時間をかけてきたんです、今まで。そうです、みんな。もうずっともう20年 <laughs> 近くやってるんん、ね。散々かけてきたんです、はいはい。そういう中では論点は出尽くしてる問題でもあるということも、はい、一方で考えて、はい、迅速でやるべきことはやっていただきたいなとは思います、はい。そこは本当に決断をしていただきたいところですね。はい、そうですね。はい。上山さん、今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。